静かなる防衛の時間です。 F-35 ステルス戦闘機のデータリンク機能はそこまですごいのか。操作打ち切り、パイロットや機体、今後どうなる。4月上旬、青森県沖135キロ地点、 F-35 ステルス戦闘機が墜落しました。これは F-35A では初めての墜落事故となっています。パイロットの行方は未だ分かっていません。機体のほとんどが海底1500メートルへ沈んだままです。見つかったのはフライトレコーダーの一部と機体の一部だけです。報道によると機体は粉々の状態で、どこに散乱しているかわからない状況だそうです。2ヶ月の捜索でもやはり1500メートルの海底は捜索が困難なようです。潜水艦でも難しいですよね。今までで起きた戦闘機事故とは違って、最新鋭の戦闘機 F-35A 日本組み立て、1号機となる1番機が墜落しました。やはり日米共同で捜索しましたが、ほとんどは見つかっていません。やはり墜落するときにパイロットの何らかの状態が悪いという痕跡が残っていたのかもしれません。 F-35 にはもともとデータリンク機能があり、それはデータを他の機体と共有するというものです。 F-35 によるデータリンク機能は素晴らしく、そのデータリンクにより墜落の詳細が判明したかもしれません。このデータリンク機能がなければ今も捜索していたかもしれません。打ち切りを決定した防衛省、 F-35A のフライト訓練を開始するとの報道もありました。F-35 の改善もされていることだと考えられます。パイロットによる
過失の方が大きいのでしょう。機体そのものは問題ないとの判断。データリンク、そもそもデータリンク、これは地上空でもできるし、 F35 をどうしてもできます。海の護衛艦ともデータリンクができます。次世代の機能により墜落の詳細も分かったのでしょう。今後このデータリンク機能で事故原因の究明もできるようになるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。